はい、いらっしゃい。いらっしゃい、へもじ。ということでね、今日はまたね、いつものね、知り合いの方がね、このタチウオをね、釣ってくれました。タチウオ、見えるかな。今日はとりあえずね、さばくだけの動画です。おじいちゃんのね、晩ご飯やったんで、もうさばくだけ。ね、そういう動画になります。ね、やっていくよ。ね、いっぱい水がこぼれたところで、いや、ダメじゃん、これ。はい、ということでね、今日、知り合いからこのもらったタチウオ。ね、いただいたタチウオをね、今からね、もう3枚におろします。まだね、ちょっとあんま太なくて、まあ僕の指2本から2本半ぐらいかな。これ1個だけ3本ぐらいあるかな、指ね。で、釣りのもんなんで、もうこれギンギンがね、もう剥がれてなくてピカピカで、ものすごい綺麗なタチウオなんで、とりあえずね、もう3枚におろします。頭を落としてね、全部やっていくよ。とりあえず頭を取ります。ね、尻尾も取ります。で、腹をこう斜めにね、僕はこういうふうに切っちゃいます。こういう感じで。そしてここで、こう一回線引いて、血合いもね取っちゃいます。よいしょ。ちょっと肌で取ると、こういう状態。これ後で洗うんだけど、とりあえずまあシンクの方に、ね、置いておきます。1個ずつね、やっていきます。頭を取ります。で、尻尾長いんで尻尾切ります。で、この腹のところね、腹のところは斜めにこう切ります。で、こう真ん中、浮き袋取って、血合い傷つけて血合いを取る。こういう感じね。はい、これもね、頭を取ります。尻尾切ります。で、ね、腹をこの辺からかな、斜めに落として、浮き袋と内臓を取ったら、血合い1本入れて吐き出す、ね、これもね、頭を取って、尻尾を取って、ね、やっていきます。ここで頭を取って、尻尾を切って、はい、それここね、腹を切って、浮き袋を取って、傷つけて血合いを取ると。はい、あとこれみんな洗っていきます。全部洗って拭いたんで、3枚におろしてくね、まあ、そういう動画。はい、大名おろして、この骨の上に包丁を入れて、このまま引っ張ってこういく、こういう感じで。このね、反対側が難しいんだよね。こっち側がね、こっち側最初にこう入れて、このままね、こっちが難しいんだよ。骨がね、動くからね。とりあえず腹骨をすきます。こうやってね、こっちもね、をすきます。こうして、はい、2匹目。こっち側はね、普通にこうやってってシュッてのは綺麗にいくんだけど、問題反対なんだよな。最初のところ、最初入らんじゃん。入ったら、よいしょ。で、ここから、腹骨。こっちもね。はい、じゃあこういう感じでね、三枚おろしができました。ね。まあ、あとはね、これ適当な、ね、大きさにこう半分ぐらいにしようかな。こういう感じでね、切っていきます。これちっちゃいやつだと、まあ、フライにしたり、あとね、あの唐揚げも美味しいかもしれないね。これは明日ね、晴れたらまたね、じいちゃん用に干していきます。醤油につけてね、
あと残りはね、僕はね今日家に持って帰ります。せっかくなんで1匹だけちょっと今から刺身で食べようかな。このねタチウオはね、この釣りのやつでこう鮮度がいいんで、まあ、刺身もね皮付きでね大丈夫なんで、普通に僕はちっちゃいんでね、こういう感じで、まあ、こんな感じで、ね、切ったんでね、ちょっと食べるね。はい、じゃあいただきます。まあ、ちょっとだけね、試食するよ。どんな感じかね。わさびをちょっとつけてね、ちょんちょんちょんとつけて、こういう感じ。いただきます。うん、あ、油がねすごい乗ってて、うまい。わさびあんまいらんな。はいね、うん、皮もこの魚がちっちゃいんであんま気にならないしね。ちっちゃい魚は、ちっちゃいこう釣れた魚はね、こうやって食べるといいかな。あと、あのちっちゃいやつはね、骨ごとこう背越しにして食べる食い方もあるって聞いたんで、今度またねやってみたいと思います。まあ今日はねそういう動画、まあ、ちょっと食べる、ちょっと三枚乗せよっていう動画でした。はい、バイバイ。うまいな、これめちゃめちゃ今年はね綺麗だな。うんともすんともダロンが入ってる。あんたたちすごい綺麗な赤でしたね。去年なんかまあ赤がなかったもんね、去年なんかね。動画なんだ。川もさ、よし、でも本当景色が良くてよかったな。去年なんかもこれ散っとったもんな、大体。人がすごい。人すごいな、今日はな。めっちゃ景色いいからな。去年の3倍ぐらい。おるな、去年はだって前、知った後だったから、シーズンオフだもん。そう、シーズン中だとこれぐらいおるの、普通なのか。日曜日だったらもっとすごいと思うよ、まあ、平日だからな、少ないけど。確かに。本当に今年はすごい良かったね、一番いい時にこれだね。鬼滅の刃だ。あ、鬼滅の刃なの、これ。そうなんだ、うん、でもすごい綺麗。映してるって偉いまでとこ。今何の方か知らんけど。一の方なの。何の呼吸なの？紅葉の呼吸。そんな呼吸あるんだ。ただの呼吸じゃん。ただの呼吸。そうだな。これ鮎買うわ。鮎買って。これなの？これ。これめっちゃうまい。あ、ここですか、いつもね。いつもこれ。いつもここで買って。で、ここで食べて、うん、あれする。いつもね。やっぱね。今日はね。これ見て、めちゃめちゃうまいよこれ。はい、ちょっとね、いただきます。恥ずかしい、熱くてさ、食べれ。うまい。こっからここね、一番好き、このラー油。ここだけ映してもらって。美味しいですか？美味しい。ごちそうさまでした。領収書でね、お待ちになって。めっちゃうまい。もう一本食おうかな。一本？すごいだろこれ。いいよな。1年に1回こうやってあの景色を楽しんで、1年に1回な、1回だけ。だってあれ短いじゃん、紅葉の季節って。で1年に1回でんだって。みんな鮎食っとるよ。あ、かわいい。
でも今年はマジで綺麗だから、なかなかこんだけさ、ないから、ないこういう景色なかなかないんだって。綺麗だね、ここめっちゃ綺麗、ここマジでめっちゃ綺麗。でもこんなさ、日曜日とかだったらさ、もう多分さ、動けんと思うよ。知らん、分からんけど、多分ぎゅうぎゅうじゃん。うん、多分ね。はい、ということで今日はね、景色のいい高欄系に来てみました。